今日は3月22日です、武漢肺炎関連ニュースを3つほどお話ししたいと思います。1つは、G20 の時ですね。多分その時にパンデミックの話が議題に出たと思います。でその時に速やかに、都市封鎖や国境封鎖、ロックダウンとか言うそうですけど、それをするっていうのをみんなで合意しているはずです。っていうのは、なんかみんなね、国境封鎖だとかね、するのは、各国とも速やかだし、その文句を言うようなね、どっかの首相とかそういうのないから、とても不思議ですよね。とてもスムーズにやってるんで、多分もう G20 の時にこれ話し合われたと思います。それから、2つ目はJ リートが暴落しているそうです。 J リートっていうのは不動産投資信託ですよね。でその買ってるたのが大体主に地銀だそうです。利回りが 10% ぐらいあって、預かり、お客さんからの預かってるお金を、投資先がないんで、J リートなんかに回してたんですよね。で、問題は、解約がものすごく増えてる、だと思うんですね、地銀が。どうしてかっていうと、結局、みんながね、現金を下ろしてるんですよね。で、現金が足りなくなったんで、解約していってると。これはアメリカの株式でもそうですよね。暴落に次ぐ暴落ですけど、アメリカの銀行がやっぱり、住民が現金を引き出してるんで、手持ちの現金が少なくなったんで、株式を売ってると。スーパーでからトイレットペーパーとかね、なんだっけ、スパゲッティ、パスタ、ああいうものが売り切れてますけど、アメリカ人も、とりあえず現金はある程度持っておこうって引き出してるわけですよね。そうすると、どん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 現金なくなるんで、銀行とかが、現金確保のために株式、保有株式を売ったりしてるんで、世界的大暴落が大恐慌というか加速していると思われます。3番目が武漢肺炎の特徴の肺炎ですけど、これは間質性肺炎だそうです。間質性肺炎っていうのは空気中から酸素を取り入れて体内に酸素を取り入れるときの膜ですね。この膜が分厚くなって酸素が取り込めなくなるんですね。で、発症して5日目ぐらいに肺に影ができてきて、肺の下の方から間質性肺炎になっていって、背中側、そして15日目ぐらいで、だいたいほぼ肺全体が悪化するそうです。で、間質性肺炎に対してはステロイドがいいそうです。他にも丸山、薬園の丸山先生いうには、ビーポラン、それから何でしたっけ、ビーポランの仲間の、それとプロポリスですね。それから、水炎用の薬でしたね。なんかいうの。これはたくさん YouTube に出てますから調べてください。それと喘息用の薬。で、私直感でウコンがいいなと思ったんですけど、今日の丸山先生のお話でもウコンがいいっていう話を言ってました。それから漢方薬では
なんか難しいのを言ってました。後で画面に出ますから見てください。最後に、電気、ガス、水道、各そのインフラの中央制御室の、コンピューターの中にはウイルスが仕掛けられていますから、そのウイルスがもし起動したならば、例えば電気を置いてください。まあ、今こそその生き残る、ための自分の生命力を信じて皆さん頑張ってください。ありがとうございます。